後方からは6番の北野義晴が上がっていきます。見せ場以上を作るかどうか。6番の北野義晴、赤番のホームでまずは6番の北野が切りました。2番の野原は車を引きまして、今度は5番の小原雄太、前々に攻めていきます。野原を見ながら5番の小原雄太、前の北野を抑えていきます。ジャン前に抑えました。6番の北野義晴が3番手、2番野原正也は後方5番手でジャンの2センターから4コーナーカーブです。ジャン前から抑えて主導権です。5番の小原雄太、最終周回と向かっていきます。そしてホーム5番手からは2番の野原雅也がまくっていく。ブロックするのは1番の森沢太志。森沢ブロックしていきますが、勢いは止まらないか。2番の野原雅也がまくりきるか。後ろの7番の村田正和が1番の森沢が阻みまして、一射でまくりきった格好です。2番の野原雅也、はまっているのは東北の2人、2番手3番手、逆転なるか。直線コースへ向いてくる。先頭2番の野原雅也、野原先頭だ。3番手から1番の森沢突っ込んでのゴールです。森沢追い込んでいます。あとは2番の野原に5番の小原雄太。目標内難関勢は切れ目で6番の鈴木と3番の清水が中断。後方待機2番の大越圭介、ここは上位対等秘策があるかどうか。どうやら2周半から動きます。早め動いた2番の大越、マーク5番の越川、福平関東勢が早めに動いてどうやら前を抑えます。2センターから4コーナー、赤番手前からどうやら前に出ている2番の大越ながら、難関2人に切り替えありません。1番高橋は現在射程圏の3番手。さあここで最後方を嫌って3番車清水が内から切り込んでいった。残り2周切って1コーナーから2コーナーへ向かいます。スローな流れで2番の大越がペースを作っている。3番手に切り込んで3番の清水、しかしタイミングを取って1番高橋、ジャン前2コーナーからスパート。さあ一気に抑えにかかります。1番高橋今日も積極的に果敢に飛ばしていきました。マーク4番佐藤もぴったり続きますが、飛びついた大越が3番手を確保。7番成田4番手に遅れています。4コーナー回って最終ホーム、1番高橋が先行、最終ホームを通過しています。2番手は4番佐藤裕樹、3番手切り込んで2番の大越、4番手7番の成田、体勢縦1本2コーナーからバックへ入ります。さあ逃げる1番高橋、今日は粘るかどうか。好展開4番佐藤裕樹、3コーナーから4コーナー、大越まだ3番手です。先頭1番高橋、番手佐藤裕樹、4コーナー回ります。高橋先頭、番手佐藤追い込んでくる。並んで今5人、どうでしょう。1番高橋押し切ったか。マークから食い下がった4番佐藤裕樹、際どく迫りました。1着争いは人気の両者。最後は高橋が踏ん張ったのか。追い込んだ佐藤裕樹も最後は給水。ゴール前は好勝負に持ち込んでいます。その後3番手格好の大越圭介、ただ道中仕掛けるシーンはなく、どうやら3着に流れ込んだ格好でしょうか。ジャン前の攻防の中で一段は一発を秘める6番の植木、このマークに3番中川がつけて栃木茨城勢のタッグ。あとは後方に控えた4番二継ぎ、果たして上位対等に施策があるのか。マークは7番の鈴木敦也と埼玉東京勢、まだ後方に控えています。2周半切って3コーナーから4コーナー、まだここでは後続動きありません。前で構えた2番奈良本井が機動力上位の存在、対する6番の植木が中段、4番二継ぎまだ後方待機。
レースは残り2周を切ります。赤番のホームを通過です。まだ誘導残る形で奈良本井が先頭、依然後方に動きはありません。植木は射程圏の中段、二次重則後方の6番手のまま2コーナーからバック、まもなくジャンを迎えます。打賞入りますが後続全く身動きが取れません。奈良本井が先頭、マーク1番中野亮、まだ誘導を使う格好ですが4コーナーここで誘導を外して奈良本井がペースを上げます。さあこのままのペースで奈良本井がかけていく。ホーム縦1本で通過、1コーナーから2コーナーへ向かいます。中段は植木、後方に回った4番二次苦しい流れ、2コーナーからバックへ入ります。縦1本飛ばす2番奈良本井、好展開中野亮、3番手小林博俊、3コーナーから4コーナー、ようやく植木が仕掛けてきますが伸びはありません。4コーナー回ります。さあ先頭を鳴らせもがいているが番手中野が追い込んだ、並んでゴリ、どうでしょう、好勝負になりました。最後は際どく詰めて中野亮、粘った奈良本井と、これは好勝負の1着争い。このレースも人気サイド北日本勢の争いですが、ゴール前で中野亮給水、果たして捉え切ったかどうか。奈良本井もマイペースからよく粘っていました。道中後続関東勢ほとんど動きが ないまま、最終ホームから一周掛けの展開に持ち込んだ奈良本井。残り2周を迎えて後方6番三重越から上昇、まあ1番山田が突っ張る。さあ突っ張って1番山田が先頭を行うと、6番三重越が踏み上げていくのかどうか。現在2番手3番手が並走となっています。アウト6番三重越とイン2番の運の3番手も並走でダッシュを迎えます。流して1番山田が先頭、そして2番手競り合いますが、インコース2番運の2番手をキープか。それでもアウトコースを6番三重越が並走して4コーナーから直線コースへ向きました。ここで前から徐々にペースアップ、1番山田優太の主導権、この2番手が2番運明、アウト6番三重越ですが苦しくなった。3番手は4番上田がキープして、最終周回2コーナーからバックスレッジ、逃げる1番山田優太、この番手が2番運明、それから4番上田誠が3番手、5番の森田4番手、後ろを7番細川が切り替えて4コーナーから直線コースへ向いてきます。セット1番の山田優太、この2番手から2番運のが差を詰めますが、山田が押し切ってゴリ、1番2番4番です。